はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコーストロールスインカウンツキャッスルということで、このトロールを作ってる方非常にトロール界隈でも有名な方です。でその方が最新作を出してまして、今日はこのコースをやっていきましょう。でコース名がですねトロールスインカウンツキャッスルだから、城を数えるトロールコースっていう感じだと思うんですよ。なんでこのコースビッグコインコースじゃないかなって思うんですけどね。あやっぱりビッグコインコースだね。ちょっとモグラそれじゃあ最初にこのブラッパを避けて、この下のブラッパも怪しいよね。うわチョロップが出てきやがった。でもこのチョロップ倒せるんじゃないの。ちょっと見ててね。ほら制作者もこんなことされるとは思ってないでしょ。でこのまんま早くドアに入る。うわうまいばっかりに申し訳ない。それじゃあこのドアに入ったら右押しっぱでよかったね。そしてあのキノコを取ると、あぶねえまた王を変わりやがった。うわここ下と上どっちだろう。下が怪しいんだよないつも思うけど、頼む下で合っててなんでたまには合っててよ。もう下は信じません今後一切。なんでこのまま上に行きたいと思います。そしてハテナを叩く。そんで右押しっぱしよう。ここは一旦ハテナを叩いてその場所でとどまっておく。いや一旦左に行こうか、そして右に行けばいい。そういう感じでしょ。硬い。それじゃあここドスに P スイッチ踏まして P ドアに入れっていう感じだろうね。多分これで合ってると思うんだよね。さあ進んでいきましょう。で左行ってドアに入るで合ってるっぽいよ。多分こっちで合ってる。うわ違うっぽい。え戻った感じ。えこれやられるしかないのかな。上に行けるとかない。上行けない。あなんかここ足場あるよ。ほらこっちが正解なんじゃない。ほら鍵取って鍵があるもんね。うそでしょ。でここでオンオフスイッチを押して左に行く感じかな。うわ何これ。うわちょ下に行ってみる。こっちが正解っていうパターンありえるよ。この先何もなかったら辛くない。頼む何かって。なんもないやんかこのオンオフを押して左押しっぱで戻れる感じ。なるほど。でこの鍵の輪に入っていけばいい感じで、多分これで合ってると思う。よっしゃよっしゃ中間ポイントさあ取ります。よっしゃそこだまあ中間ポイントからだからね、こっから下に行くのかな。多分これでいいと思うんだよね。これなくない。じゃあ次は左です。左で合ってるきっとそうでしょ。なんでよそういや僕鍵扉から来たよね。なんでこの土管まだ入ってないと思うんですよ。さっき土管から来たと思い込んでた。じゃあ次に進んでいきますか。でここは砲台来る。いやしゃがんでよけれるよ。よしよしよし。で上に行く感じでしょ。そしてあのパンブロック叩いてブラパーがいる扉に入る。よし絶対これに合ってる。よし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 。今何やられたの。えさっき何やられたんだろうね。これやられてるドッスンって当たり判定あんのかな。いや絶対ないと思ってたんだけど、あるみたいっぽいね。いやあんたはあるよ。じゃあここはドッスンが降ってきたから左に避けておこうか。そしてこのリフトに乗るで合ってるよね。うわ怖えこういうの。上に行きます。うわブブー言われたよ。こっちなんだろう、地下一級かなんか連れて行かれるのかな。いや入れんし。なるほど上の針で当たれっていう感じで、そしてあれ落ちてこいよ。うわ死に耐久じゃねえか。こういう死に耐久初めてだな。いやこれは難しいんじゃないの。なかなかくっそー。いや結構簡単やったね。じゃあここはリフトに乗ってチョロプーがいたところに行く。多分それで合ってるんだよ。であの土管に入れっていう感じだね。入れ魚それじゃあ次はあの魚きっちり避けよっか。一旦左に行って避ける。そしてボム兵がいるでしょ。でこの上に行く。なるほどここでツタが出てくるのね。さあこの扉に入るで合ってるでしょきっと。多分これでいいと思うんですよ。そしてここはどうしよう。オンオフしたらね砲台が下がると思うんだよな。右押しっぱでいいから土管に入る覚悟で行きます。頼む。よしよしよし合ってた合ってた。でこのドアに入っていくと、それで合ってたね。右右右右待って来ないで来ないで
ここは何もしないでよかったのかな。この辺で跳ねたよね。なんでここでジャンプしてこのまま右にダッシュしていく。嘘でしょ。どっか連れて行かれたら絶対違うパターンでしょ。死に耐久じゃねえかこの音楽は。どういう死に耐久ですかね。ちょっと考えていいかな。一旦このまま上に行く。多分ここまでは合ってる。分かった。ここさ、初めに下のドクロリフト乗るじゃん。そして上のブロック乗る。難しい。なかなかタイミングが難しいねこれ。それじゃあ次こそ行くよ。ここ、そしてギリギリでジャンプ。ダメだ。分かったよ今ので。ちょっと止まることができるんだあのバーで。ちょっと見ててね。まずここでジャンプするでしょ。でここでジャンプ、そしてジャンプ。よし、結構簡単だね。さあ次はどうやっていくんでしょうか。今度は上のドクロリフトに乗って左上にジャンプしろっていうことだね。ここ。全然違う。相当難しいこれ。救済措置くんねえから。まあ、この上までは結構簡単にいけるようになってんだよね。ただこの上のドクロリフトに乗るのがむずい。よっしゃ来た。ありがとうございます。じゃあここは一旦記録を取ってここで下ボタンを押し続けな。そしてこのまま右に行けばいいんだ。いやね、ブラッパー襲ってくる。このまま右なんで。それじゃあここどうやって行けばよかったんだろうね。ジャンプしてみようか。ジャンプジャンプ。よし、多分もういけそうだね。そしてこのピンコイン取っていいんでしょうか。シャガシャンで取るね、ギリギリで。こう、よしよしよし、シーソーゲーム。それじゃあここはリフトに乗らないで取ってみよう。チョビちゃん、よし、これで合ってる。さあ早く鍵に入ろう。鍵に入ろうっていうこともおかしいね。さあ次は何でしょう。この魚はませんよけて右の土管に入るで合ってんのかな。うわ、左キノコ出てきたよ。取れるかな。うわ、取れないね。じゃあこの土管に入って絶対キノコがいるパターンでしょ。どうなんだろう。あ、ゴールあるよ。うわ、キノコいるじゃねえか。下行ったら何があるんだろう。またお前か。じゃあここでキノコが出てきたんでこの辺で取れると思うんだよね。そうでしょ。よしよしよし、これでもうゴールできるねとか思うでしょ。絶対ゴールできないと思うんだよな。ゴールできないにいくらかける。僕20万ぐらいかけるよ、ゴールできないに。それじゃあ行きます。ほら、やっぱりゴールさせてくんねえじゃねえか。じゃあ土管に入ってどうせやられるんでしょ。あ、合ってるんじゃないの。これワンチャンありえるよ。頼む、ごめん。よしよしよし、こっちはなんだ、ゴールへの道なんじゃないから。おのって書いてる。死に耐久から絶対そうでしょ。うわ、もうこういう死に耐久やめてよね。何もできないじゃん。どこに連れて行くの。これチェックポイント1って書いてるよ。まずこれはチェックポイント1まで戻されるパターンなんじゃないの。頼む、その前に誰か僕をやってください。もう、うわ、チェックポイント前に戻ってきちゃった。頼む、それだけはやめて、やめてよ、やめて。うっそ、結局どうやってやられるのこれ。どこまで行くのよ。このままもしかしてゴールまで連れてってくれるっていう、そんな今まで見たことのないようなパターンもありえるよ。何ここ、え、こっから死に耐久の始まりですか。嘘でしょ。え、これはどういう死に耐久だ。このまま左に行ってみて、で下に行くでしょ。ここか。またこれか。まあまあ、これはそんなに難しく、うわ、さらに難しい仕様を持ってきやがった。オールブロックまでかましてきやがったよ。これはなかなか難しいぞ。このタイミング、よしよしよし。で、ここはまだいけると思うんだよね。あ、このリフトっていうかこのレールまで変わってるんだね。でも一旦下のドクロリフトにさえ乗れば大丈夫。そしてここでジャンプ。いや、いいよね。なんか魚降ってきたけど。うわ、またやれってこと。これチビ状態だったら左上行けないじゃんね。なんでまた右に行ってあの金魚に当たれっていうことだね。こう、よしよしよし。で、どうやってゴールするんだろうね。いや、ここまで戻ってきたのはいいんだよね。
こっからどうやってゴールするかなんだよね。下に行ったらいけない。なるほど、これで受かったのか。上に行って、いや、ゴールできんよ。邪魔せえ、この砲弾。こっちで合ってんの？どうなんだろう。ここはどういう感じ。ちょっとピーヨンがなくなって右上のこの土管に入るしかないよね。この土管入ったらどこに続くんだろう。おう、ザ、マッシュ、オア、ノ、ザ、マッシュ。キノコ取るなってことかな。そんな感じ。いや、ちょっと待って、これ2分の1でしょ完全に。うわ、さっきの英語がなんかヒントになってるんじゃないかな。ちょっと罠っぽい方が上でしょ。いや、こっちのが正解っぽいでしょ。なんでこっち正解ってみます。頼む、合ってて。2分の1、こういう時だけなんて。いや、合ってる合ってる合ってるでしょ。合ってるんじゃないのこれ。っていうか、どっちでもよかったみたいな。そしてこのまま下に行ってゴール。やった。2分の1当てたよ今日は。下に行ってもよかったのかな。なんかそんな感じだよね。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、これの技名を教えてください。で、説明文にですね、新発見かもしれないのでコメ欄で名前をつけてくださいって書いてるんですよ。じゃあこのコースをクリアした時にね、ぴったりの名前をつけていきたいと思います。きっと新しい技なんだと思うよ、見たこともないような。それじゃあ早速やっていきますか。で、あのつらら壊れるやつだったら簡単にクリアできると思うんだけど、壊れないつららだったらさ、あ、これ壊れるつららなんじゃないの。うわ、壊れんつららだね。あ、どうやっていくんだろうこれ。手帳でくるりんしていってみようか。多分これは無理だよね。いや、やっぱ当たるよね。じゃあ次はつららの下ギリギリで空中くるりんしていってみるね。これでいけないから。いや、絶対無理だよね。どうやってあのつらら超えるんだろう。ヒップドロップで壊すとかそんなんないよね。やば、ヒップドロップして壊したところでさ、絶対針に当たるもんね。どうやって壊すんだろうこのつらら。スピンチャップかな。ちょっとスピンチャップしていってみるね。こっからスピンチャップ、つららー。うわ、わかんないねこのつららの抜け方。つららって確かスター状態か、あの滑るんじゃないの。これこの滑りが必要になってくる。なんで一番左から走って滑る。全然届かんや。もっと勢いつけていけってことかな。なんで一番右から勢いをつけて滑る。うわ、全然届かんね。でもこの滑って壊すのは間違いないと思うんだよね。どうしよう、こっからこう。いや、一緒やんかさっきと。それじゃあ勢いをつけてジャンプして、こっから下ボタン押してみよっか。なんで一番左ってジャンプして下。あ、ほらほら、多分これでいけそうだね。突破口が見えてきたね。なんでこのつららを壊した瞬間に空中くるりんでいけると思うんだよね。ちょっと見てて、こう。いやった。どうもありがとうございました。じゃあこれで技名つけますか。しょうもねえ。それじゃあ皆さんも技名コメント欄に何か書いてやってください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。